はいどうも、福音コンシェルジュです。僕のね、いろんな仕事をやってる中で、まあ当然そのいろんなお仲間とかといろんなことがあったりとかするわけですけど、そのね、なんかめんどくさい出来事とかもいろいろあってさ、でその中でやっぱり気づいたことがたくさんあって、めんどくさいの、その事件はね、めんどくさい事件だったんだよ、事件だったんだけど、ほら記憶残高の話したじゃないですか。すべての経験をプラスに変えてね、覚えておこうねと。で、まあめんどくさい事件をみんなで乗り越えてね。で、まあそれをめんどくさい事件として記憶しておくと何もならないので、そこから得られた、まあ知恵であったり経験であったり、プラスに変えて覚えておこうっていう話したじゃないですか。で、そこでね、僕気づいたんですけど、忙しい人いるでしょ。忙しい人になりましょう。うん。これ大切です。忙しい人は何でもやる。僕もね、相当忙しいんですよ。いろいろやってるわけですね。もちろん仕事もそうだし、プライベートもさ、頑張らなきゃダメじゃん。別にね、女性なんてある程度もういいわけですよ。例えば女性との交流とかもういいわけ。リアルな話、別にいらないの。もう疲れたの、おじさん。おじさん疲れてるんです。でも、やっぱりさ、いろいろ交流していかないとさ、こういうところでね、いい、情報とか、ノウハウとかを提供できないから、頑張って交流していかないといけないしね。で、もちろん仕事だって忙しいし、その他、例えば家族サービスとかさ、まあ、僕ほら、親が離婚してるから、片親な状態なんだよね。で、親とかも年取ってるので、いろいろまあ、親孝行的なものもね、これぐらい、もう年齢35だからさ、ちょっとは考えるようになるじゃないですか。もう大忙しなんだけど、忙しければ忙しいほどやっぱり身に入ってくる経験とか知識がものすごいですね。で、そういうやつは、まあ自分のことを褒めるわけじゃないですけど、そういうやつの方がやっぱり信頼できるんですよ。で、結構暇っすねとか、あんまりやることないっすねとか、まあ別に適当にいろいろやってますけど、まあ忙しいってわけでもないっすねっていう人は、まあそういう人がダメって言ってるわけじゃないんだけど、なんかね、逆に不安定なんですよ。物頼めない。うん。例えば僕はね、その仕事の何かを頼みをしたいとしますね。で、その時に忙しくない人には頼めないですね、やっぱり。うん、忙しくない人に頼むと、なんか知んないけど、忙しくねえんだぜ。忙しくないのに、時間かかんだよね。なんでっていう。だからそうやって時間かけるやつだから忙しくないの。で、誰からも信用されなくなってくるので、忙しくなくなるの、さらに。うん。で、あ、暇っすねって言ってんの。で、あ、暇なんだったらこれやっといてって言うじゃないですか。時間かかるんですよ。とにかく。やらないとかね。なんかわけのわかんないことをこそこそやり始めるとかね。その仕事ほっといて。なんか裏切り的な方向に動き始めるとかさ。なんかそういうことがあってね。あ、なるほどなと。うん。基本的にやっぱりいろいろ動いてる人間に物を頼んだ方がいいなっていうのを思いまして。やっぱりそういう人の方が信頼できる。うん。だからあなたも忙しい人になってくださいね。いろいろ動いてください。暇だなーっていう時間あっちゃダメですよ、うん、で僕なんかは例えばネット復元工作とかで、インターネットもいじるしね、例えばオンラインゲームでの、まあ、ネット工作とかもやったりとかして、まあオンラインゲームだからゲームやるわけだけどさ、ゲームだって仕事なわけですよ、もう僕にとっては。だからあなたも忙しくなりましょう。行動してお外に出たり、まあ勉強したり、まあ仕事だってあるわけじゃないですか。仕事をして、で昼休みだってポケッとしてたらダメなわけですよ。何かできることがあるわけね。もう特に男性だったらこれね、ちょっとまあ言い方微妙なんだけど、過労死とかってあるじゃないですか。それはもうすごく悲しいことだし、絶対に起きてはならないことだと思うしね。そういうことをやるブラック企業はもうゴミだと思うけど、でも僕らのまだ元気な僕らのマインドとしては、もう最悪過労死したっていいんだぐらいなね、気持ちで日々を生活してほしいんですよね。そうするとどんどん知識経験が溜まっていきます。で、忙しい人にできる人間は、あなたの上司とか、あなたのまあ会社の社長とか、上の人間とかね、できる人間は、基本、あれです。忙しいやつに物を頼むんですよ。忙しいやつに頼んだ方が早いんですよ、やっぱり。
うん、だから僕もね、その会社仲間とか、ちょっと僕より上の立場のね、人間とかもその社長連中の中でいるから、ちょっとこれやってくれませんかとかって言われるじゃないですか。で、僕書類のお仕事すごい得意なのね。なんか法律的なその書面とか作るのすごい好きだし得意なんですよ。で、そういうお願いとかされるわけで、忙しいのこっちは。そんなことね、もちろんその仲間だからさ、当然タダでやるわけだけど、そんなことお金ももらわずにやってられっかって思うんだけどね、一瞬。でも、まあ、相手がどう思って僕にお願いしてるかっていうのが分かってるから、こいつはやるって思われてるんですよ。この人はやってくれる、忙しいから。うん。だから、多分仕事も早いっていうふうに思われてるのね。だから、忙しいって分かってるのに頼んでくるんですよね。すみません、これやってくださいっつって。いい感じの笑顔でね、お願いされたらさ、それはあんまり拒否れないじゃないですか。だから、わあ、分かりました、じゃあやりますよ、それ、つって、やりますでしょ。で、まあ、自画自賛するわけじゃないけど、それなりに、めんどくさいお仕事であっても、ある程度早いは早いの。で、早いから、まあ、さらに信頼感はアップするし、またなんか言われるんだよ。これやっててくれませんみたいな下手に出ながらさ、お願いしますよっつって来るから、またそれもやるよね。うまく乗せられてね、やるよね。で、やればやるほどさ、そのよくわかんない、例えば仕事とかちょっと微妙に詳しくない仕事とかも振られたりとか、お願い したりされるから、そこに関して例えばバッと調べてね、調べるのは得意だからね。で、勉強するよね。それがまた知識になって、その知識がまた別のところで役立ったりとか、どっかで困ってる女の子がね、西にですよ、西に困ってる女の子があればね、西に困ってる女の子がいればね、行ってね、お前の問題解決してやるぜっていいね、わかる？誰？そう、宮沢賢治。東に泣いてる女の子がいればさ、その問題はこうやってやれば解決できるから、助けてやるよって言えるし、それはやっぱりそういうね、めんどくさい、仕事とかをたくさん振られて、それをパパパパパッとやって、で、積み重なってきた経験があるから、いろんな不測の事態に対応できるようになる。それって多分、女性からすると信頼できるんじゃないかな。うん、なんかその安心感はあるでしょ。こいつなんか何でも解決してくれそうだなと。こいつはなんか、まあ、そのなんかトラブっても助けてくれそうだなっていう感じになるじゃないですか。うん、だから大して顔かっこよくなくたって、それなりにね、それなりにモテたりはすると思うんですよね。自画自賛じゃないですけど、それは僕が自分にそのちょっと話それるけど、それは僕が自分自身の顔とかルックスにあんまり自信がないから、なかった時代が長いからね、まだ抜け切れてないし、実際問題そんなにかっこよくないから、だからトークとかその自分自身のスキルで、モテる女性とかに、ちょっとは好かれるスキルを高めてきた歴史が多分あるんだと思うんだよね。で、それもこれも忙しいから。それもこれも忙しいからこそ成し得たことだと思うから、あなた男性であれ女性であれ忙しくなろう。女性だって忙しいよ。そのメイクの勉強したりさ、髪の毛いじってみたりね、ファッションのその、初めてこうでチャレンジしてみたり、ね、男性と遊んでみたりさ、男性からひどいこと言われ、いろんなもう、もちろん仕事だってしなきゃならないし、女子たちのめんどくさい話とかさ、めんどくさい派閥とかもあるんでしょ、仕事とかで。僕はわかんないけど、そういうのもクリアしていかなければならないでしょ。それが人生だよ。それを、よりめんどくさいこと、より忙しいことをたくさんたくさんたくさん繰り返していって、人が多分最終的に年取ったらある程度穏やかに幸せになるんじゃないかなと思います。で、復縁にも当然つながっていくと思うしね。うん、はい、っていうことをちょっと感じたので、まあ脈絡のない話になっちゃったかもしれないけど、今感じたことをちょっとこれすごくお伝えしたいと思ってお話しました。はい、今回は以上です。コンシェルジュでした。頑張っていきましょう。ではまた。